こんにちは、はるかぜです。もだいています。ですね、ヨニワンドが今日62本届いたんですよ。で、それで、ああ、嬉しいと思ってたの。すごく嬉しいと思って、もう部屋整えて、全部検品して、もう全部右から左へ、右から左への毎日がこれから来るんだわって思ってたんですよ。で、とりあえず10本見て、全部傷吐いてたんですよ。きつくて、もうメンタルが。私、もうかなりトラウマをもう作ってしまってきて。いつだ？もう2年前か。2年前の、秋に、秋かな？違うか。去年の冬か。納品されたもの、今まで全然傷物なんかなかったのに納品されたものが、すごい傷物が届くようになった時期があって、それからどこから仕入れてもずっと傷物が入っちゃう時があって、もう気が触れそうだ。もう何なのと思って、こんなにニーズがあるのに、なんでこんなに傷があるもの届くのっていう時が、去年の上半期だったんですよ。だから試行錯誤してたのが去年だったんですね。だから、どういうふうな試行錯誤をしてたかっていうと、もう何十社も試して、仕入れ先、安定して品質がいいものを供給してくれる仕入れ先を探したりとか、で、あとは、研磨業者さん見つけて、研磨をお願いしたりとか、してたんです。で、それで去年の、最後の方は自分で研磨して、で、また研磨してくれる方見つけて、お願いして研磨していただいたりとかしてたんですね。だから、本当に楽しみにしてたの、今日という日を。やっと来たと思って。工場を見つけて、仕事を依頼して金型作って、試作品作って、半年かかった。半年かかって、今届いたものが、62本あるからまだ62本見れてないんだけどね。20本は見たのよ。20本見て3本かな、3本丸で17本は私の中でボツだったのね。検品されてないな、わかるよ。検品してそれだったのよ。それがまたショックだったのよ。え、約束したじゃんって、これが合格基準ですねって約束したじゃん、なんでと。もう、あー、もう結構、ああ、結構声にならないけど、もうすっごい、怒りで初めて声が震えて、あ、どうしよう、どっから手つけようと思って、業者さんに、まず証拠を残そうと思って、メール入れて、まあ、返金する約束はしてもらってるから、こうでこう、傷がついてたので、じゃあ傷の跡が今後、修正だとかしていただくことになると思うので、わかりやすいように、マークつけときますねって、いうメール送ったのね。で、それで、電話もかけたの。いやって思って。私、多分本当に私がね、甘い考えだったのかなって思うんだけど、いや、傷が10本確認したところこれだけやりましてって。で、言ったら私は頭の中の想定、わー、すいませんでしたっていうものと私は思ってたんですよ。謝らないと思って。あ、中国人みたいだと思って。ああ、謝らない。そうか。そうか、と思って。さあ、どうするかな。あ、気が立っちゃったから、あ、これやばいな、おかしくなるな、と思って。もう、すーごい、うわーって、怒りが湧いてきて。聞いてよ、結構な金額ぶち込んでんのよ、私。金型作んのもタダじゃないのよ。もう、本当にこんな、もうね、なんかもうすっごい悲しくなる。本当に悲しくなる。研磨さ、研磨ができない。去年だってさ、研磨ができなかったらさ、全部、傷がついてたら全部没にしてたの。ちょっとじゃんって夫にも言われたの。これくらいちょっとの傷じゃんって言われたの。全部没にしたの。もう理由があんの。だって大事なところに入れるものだから。
傷がついててるものを納品するなんて私にしてみればありえないわけよ。それなのに、これを納品してくるって何なのと思って。あ、意思疎通ができてないし、私の思いが共有できてないんだなと思って。あ、もうすごいショックだ。あ、私のコミュニケーション取り方がまずかったのかなとか、もう一個一個なんか振り返って、あーって。情けないし、悔しいし、もう、はーってなって。それで、このまま検品の作業しても、もうなんか、もう、擦り切れそうだなと思ったから、一回やめたのね。22本見たくらいでやめたの。それで、ご飯食べてお茶飲んで、それでまだ落ち込みが続くから、あ、もうこれは、予宿で自分が未来から受け取ったアドバイスに従って、外に出よう、散歩しようと思って。散歩しようかなと思って外出た時にさ、田舎だからさ、人なんかほとんどいないのよ。で、たまたま人に会って、すっごい遠くの距離だから、ご安心ください。お迎えさんがね、ちょうど出産終わって、初めて家に子供連れて帰ってきてる瞬間に立ち会ったの。すっごい嬉しそうに、産んできましたって言って、で、赤ちゃん見せてくれて、遠くからね。おめでとうございますって。よかったなと思って。それで、もうちょっと外出たら、小学校の子供が、こんにちはって挨拶してくれて、もういい子かよと思って、いいなと思って。キラキラした顔で、私がもっこもこの格好してるから、あ、靴ももこもこだって聞こえて、なんでその靴履いてんのって、あったかいからだよって言って、喋って、遠くから喋って。で、今、もうやってらんないと思って、神社来て、もう神社にこうやって、はぁっつって。なんでこれをわざわざ残したかというと、嬉しいだけじゃないと。悲しいこともあると。辛いこともあると。なんか、それを、全部残しておこうと思って。私がこっからどう持ち返すかの姿を、見せられるように、一回、もう、はぁーってなってるやつ見せておこうと思って、インスタライブをしています。もうちゃんとね、ちゃんと目の前が真っ暗になる。ちゃんと目の前が真っ暗になって、もう何、もう自分に何が起きてるんだろうっていうのがわかんなくなんでこんなに。止まるんだろうって。前に進んだと思ったら止まるのはなんでなんだろうって。いや、ほんと不思議で。ずっと買ってくださる方がいるんですよ、ユニワンドは。やっぱり、興味があるし、使ってくださった方が、ちゃんとみんな自分の変化をシェアしてくれるし、嬉しい話たくさん聞かせてくれるから、興味持ってくださる方がいて、みんな一人一人買ってくださってるので、ずっと売れてる。私にすればもうほんとロングセラー商品なんですよ。私もこんなもう何、一年以上経ってるのに、こんなに商品を熱量込めて販売してるの初めてで、あ、素敵なものに出会ったなって、ライフワークになるんだなって。思ってたんですよ。思ってるんですよ、実際。ですが、研磨してくださる方が見つかり、研磨してたら、やっぱその粉塵が湧くので、その対策をしなくちゃいけないってことを分かり、で一時研磨を中止し、ヨニワンドの
納品されたけど、これは傷もろ届いて、あ、意思疎通しなくちゃいけないし、あ、これだけ話にしなくちゃ、しに、私行かなくちゃいけないんだなって、思って、で、もう一回ね、なんかもう、何なんだよと思って、望み直ししたんですよ。私、やっぱりね、法人格の人に弱くて、私が法人になればいいのかな、法人格の人に弱くて、どういうことかっていうと、個人の私に、かまっていただいて、相手にしていただいてありがとうございますっていう気持ちが、どうしても拭えない癖があって、下に入っちゃう癖があるんだなって。だから、どういう人とお付き合いしたいかっていう、仕事相手はどういう人がいいかっていうことが、ちゃんと、セットできてなかったなって。だからこんな目にあってんじゃねえかなと私は思ったんですよ。今ね、個人で、個人事業主の方で、お仕事ね、お願いしたいとか依頼したりする方って、本当に、本当にいい仕事してくれて、本当にストレスがないんですよ。私今までの仕事経験上。なんでかなって考えたの。なんでかなって考えたら、それはみんな私のインスタ見て、私の日々の投稿を見て、私のどういう人間で、どういう理念を持って、どういうふうに行動してるかみんな知ってるから、だから私ストレスなかったんだなと思って。私の今回その工場をね、お願いしてるところも別のやつで、仕事で関わってる人も、私と関わってても私のインスタを見てないんですよ。だからずれるんですよ、すっごく。すっごくずれんの。で、そのを埋める作業をするのが、本当に時間かかんの。すっげえ疲れんなと思って。で、今、さっきストーリーズでも書いたけど、自分がどういう人の仕事したいのかなと思ったら、やっぱり意思疎通が滑らかな人、ヨニワンド、膣ほぐしを、理念に、これはいいものだっていうことを、力強く共有できる人、だなって。私が大事だなって思ってるものを、大事だねって言ってくれる人とじゃないと、仕事したくねえし、無理だなって、もうすっごい、こういう滞りが生まれて、互いに、えらいストレスになるなって。だから、本当の一番の理想で言えば、私、フォロワーさんの中から、ガラス工場を持ってる人と付き合いたい。で、ヨニワンドいいねって思ってる人と一緒に仕事したい。これ、女性器の中に入れるやつだから、本当にクオリティ高くやっていかないとダメだよねって。もう、肩組んで仕事できる人と付き合いたい。今ね、研磨を、今一時ちょっと休憩しちゃったんだけど、研磨してくださってるね、美和子さんって女性がいらっしゃるんですよ。美和子さんすっごい丁寧に、すっごい綺麗に研磨してくれるの。集中力がえぐいの。私話しかけても聞こえないレベルなの。ずっと傷が深いものであっても、もうすごい集中して、丁寧に仕事してくれて、で、ちょっとここごめん、傷あるわって言ったら、あ、ごめん、わかった、やるって言って、ウィーン、ウィーンってずっとすごい丁寧にしてくれて、ピカピカのヨニワンドが出来上がってるの。いい人に出会ったなと思ったの。で、美和子さんは、私の、投稿とか見てくださってる方だったの。本当そういう風に、それが本当一番私の中で理想的な出会いだったなって思ってるから、なんかそういう人と私は本当に、仕事していきたいし、なんか法人であっても、私とやり取りしてくださる方は、もう私のインスタをフォローしている方と付き合いたいなって。もうやだはすごい金額だな。法人と付き合うとき、本当にさ、金額が動き方がさ、もう、桁が変わって動くからさ、本当にね、今の私にはね、ダメージがでかいのと。
嫌なことあった時ね、ちゃんと嫌だなってムカついた方がいいよ。でね、インスタとかさ、いいところしかさ、出さないっていうのもあると思うけどさ、ダサいところ出してるとさ、あ、厚みが出るじゃん、その人のドラマの。ずっとうまくいく恋愛ドラマ誰が見たい？ライバル現れよって、とかあるじゃん。ちょっと慰めてる自分。嫌なことありました。辛かったです。泣きました。一人だと泣けなかったんです。言葉にして、ワン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 、言ったら、あ、本当に悲しかったんだなって、本当に悔しかったんだなっていうのが、わかります。私さっき旦那に話しても、旦那が私のこと煽ってくるだけなので、もうね、もう嫌すぎて、だからここでインスタライブをしています。で、夫がね、私がね、はぁーとか言ってるのを見てね、かっこいいって。大好きになっちゃうって。なんだこいつと思って。なんで？って聞いたら、たくましくなってくから好きって。たくましくなるよね。だってこれ絶対乗り越えるもん。乗り越えないと、地層ほぐし日本文化にできないもん。ああ、もう金スタまで特集して。来るー、結構来るー。はい、家帰って、美味しいものもう一回食べて、お茶飲んで、検品したいと思います。嫌なことあったら、人前で泣けないんだったら、みんなインスタライブして、泣き言死ぬほど言うと、意外と涙がポロポロこぼれてくるし、そうしたら、私後悔んだけど、マジ嫌なんだけど、本当やってらんないんだけどっていう風に、望みが出てきますので、ぜひ、そうやって望みを出してください。歯食いしばって我慢すると、現状維持になります。我慢してると、あいつ我慢できんだなっていう風になって、辛いことがずっと続くだけです。こうがいい、ああがいい、こんなやつと付き合いたくねえから、こういうやつと付き合いたい。っていうの、大事です。私の理想出ました。私はフォロワーさんとずっと仕事がしたいです。どうか、ガラス工場を持ってらっしゃる方、私に連絡をください。ヨニワンド作ってください、お願いします。私売りますので、お願いします。はい、以上です。ありがとうございました。失礼いたします。